動させております朝帰り2です。よろしくお願いします。皆さん楽しんでますか？いえ、やばすぎて昨日寝れなくて、はい、今日がやってきたという感じなんですけど、なんだろう、なんかその合同ライブに出れるって分かったのが今週の火曜日なんですけど、なんかその先週ソルブランのライブと合同ライブのオーディションがあって、ソルブランライブ落ちちゃったんですけど、だからみんなでなんかワードライブも落ちたねみたいな話をしてて、そうね、そうで、うん、まさか今ここにファンステージに立ってることが夢みたいで、始めたのが去年の春なんですけど、そう、その始めたきっかけがこの夜逃げのバンドで、最初はメンバーも2人とも一個上の先輩とやってたんですけど、なんかずっとギターボーカルっていうものを憧れてて、1年の頃からオーディション受けてきたんですけど、いろんなバンドで全部落ちてきて、そう、それで、なんだろう、やっとなんか、なんだろう、フェスっていうものに出たくて、自分はずっとめっちゃ諦めてたこともあったんですけど、今なんだろう、持って出せよ。じゃあなんか大好きな、おい、座敷わらしか、おい、夜逃げの矢野がつまんなすぎて寝てるぞ。この大好きなメンバーとここに立ててめちゃくちゃ幸せです。ありがとうございます。はい、あといろいろ考えたんですけど暗くなっちゃうんで、なんかあります？あ、なんかあります。なんだろうね、うちもベース大学入ってから始めたんですけど、その時は全然フェスとかってすごいね、そこの存在だと思ってたんですけど、なんかまさか今ここに立ってるとはちょっと想像がつかないというか、まだ実感がないんですけど、ね、で、これ別にどの団体入っても同じなんですけど、音楽団体ってやっぱ音楽好きな人がやっぱ集まってるんで、すごい他の団体との交流って結構この後すごく大切なものになってきます。本当にそれは同期しかり、後輩しっかり、今いない先輩とかもすごい仲良くなれるので、本当にどの団体に入ってもそれはいい経験になると思うので、ぜひ、まあ、どこでも大丈夫なんで音楽団体ぜひ入っていただければなと思います。って感じでよろしいですか？どうぞどうぞ。なんだろう、
良くなったと思ってるんですけど、だからなんかこのライブはめちゃくちゃ特別な感じがしてて、だからね、じゃあ全力で演奏して全力で楽しむんで、みんなも全力で楽しんで帰ってください。